最近さ、俺ほんと納得いかねえのがさ、人集めてる奴らがさ、なんかすごい悲観的じゃん。俺どうせネタねえし、みたいな。やってて面白くねえんだよ、多分。やってて面白くねえんだってやめちまえばいいのにって。なんかね、絡む生主、絡む生主に、ねえねえ、んちゃん昨日どんぐらい放送してたのって聞かれ、今聞かれるじゃん。ニコ生最近どうなのみたいな。で、まあ、ちょっと昨日なんか、やりたくて12時間ぐらいやっちゃまあ平気でやるじゃん。12時間ぐらいやっちゃいましたって。そうすると、え、すごいねって言われるの。 ってことは、多分、義務で放送してんだなって思っちゃうわけ、俺はで。好きなことだったらさ、いくらでもできるわけじゃん。喉潰れて声出なくなって、明日仕事で、本当はもっとやりたいのにも関わらず辞めるのがニコ生なのに、あいつらだから時間決めて、ね時間決めて、義務でやってるから、お前らが、そういうつまんねえ気持ちでやってるから見てる方もつまんねえんだって、本当に。いや、ネルさんじゃないよ。ネルさんじゃなくて。本当にネルさんじゃないんだけど、って思っちゃうんだよね。いや、 時間に対して、そういう、感想本当に聞くの今日30分やりますって言っといて、やりたくてやりたくて2時間やって、もう明日に支障が出るから眠るのがニコのマじゃん。ジャックハンマーじゃん、ニコのっていうのは。何回で筋トレしようとかじゃなくて、体が動かなくなるまでやって、もうもっとやりたいけど、もうちょっと今日できねえなってってやめるじゃん。普通、楽しい時ってそうじゃないいくらでもできちゃうじゃん。 あ,ああ、やっぱ、そういう気持ちでみんなやってんだなって。いや、あの、ネルさんじゃない本当に。た、ただ、みんな本当に言うの。時間に対して、本当に言うんだよ。だから、うき落ちとかも多分、そうやって思ってると思うんだ。あいつ多分、いや、楽しくて、キャーキャーされるのが楽しくて、普通にアホみたいに <laughs> やってんだよ。俺だから1月は絶対あいつに時間があってやろうと思って、もう元気、体をいじめ抜いて100時間やったけど、あいつにもう乾杯したっていう <laughs>。 そう。今日3試合だけなって始めて、楽しくて楽しくてやめられなくて、それで朝までやっちゃうのがニコ生じゃん。そういうさ、なんか、多分楽しんでないんだよねで。言うけど、楽しんでないんだったら、多分やめた方がいいと思うな、俺は。で、口では楽しい楽しいって言ってんだよ。絶対楽しんでねえから。だったらおめえなんか、ね最初30分って言っとって12時間くらいや、やる、やるでしょ 帰りたくないでしょ友達と遊んでてさ。今日ちょっとだけな、っつって。次、ケツがなかったらさ、朝まで行っちゃうでしょボーリングしてカラオケした後、もコこん行こうとするでしょ楽しかったら。<laughs> で、後輩から今日いられて、泣く泣く帰ってくるみたいな。で楽しかったら、ほんとそうなるんだよ。楽しんでねえんだよな。特に雑談会は。そんで、口を開けばゲーム実況ばっかりだ、みたいな。てめえらが面白いことしねえから、あれ、需要がなくなってるだけで。 本当に、ね、腹立つね。マジで。早く引退した方がいいと思う。だって自分にとってもルーズでしょ。自分にとっても。ルーズルーズになってる気がする。視聴者も見てて面白くないし、やってて面白くないし。しかも金だったら別にさ、働いた方が絶対稼げるから。こんな苦しい思いしてさ、やってるんだったら。 あの人たちあのー、稼ぎ方知らないだけで、多分ニコ生じゃなきゃ生活できねえと思ってんのね、バカだから。働いたことねえから。<laughs> 普通にやれば、普通に生きててちゃんと働いてれば、30、40になったら30万、40万なんて全然稼げてるのね。<laughs> それがちょっと本当にもったいないなーって。いやでもこれはね、あのー、本当にそうだよ。だから多分さ、ゲーム実況やってるやつだって、まあ俺もそうだけどさ、まあ別にゲームあんま好きじゃないんだけど俺。 やってて楽しいんだよ。ゲーム実況の配信しててすげえ楽しいんだよ。<laughs> 楽しいからやっちゃうじゃん。で、本人楽しかったら見てる方もある程度楽しいんだよ。内容とかじゃねえんだよ。まだバカはトークがあだううだとか言うけど俺もう5年前から言ったけど、もうそんなこと考えてる奴はレベルが低すぎるマジで。何喋ろうとかじゃなくて別に楽しんでやってりいいんだよ。 誰の真似しようが別に関係ねえんだ自分が楽しいんだからてめえら文句言うんじゃねえよっていう。だったらおめえいいじゃねえか別にと。楽しめばいいのにも関わらずなんかそれでなんか深返しつけようとするから、自分を大きく見せようとするからいけねえんだよ。別にいいじゃねえか俺が楽しいようにやればいいじゃねえかっていう。それを視聴、しかも視聴者に言わねえから、他の人までガチャ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 迷惑すんの。俺別に関係ねえもん、他の奴ら迷惑しても。俺が楽しいし、いいもーんって。 共演 NG? あ、してくださいって、俺、でもいい、俺楽しいし、みたいな。もう最近、もう全然何も俺考えてねえから。いいよ、別に、って。いいよ、いいよ、って。もう、でも最近ほんと開き直ってるからね。あー、してください、どうぞ、つ。この代わり、あ、いいんですか俺こんなに楽しんでるのに。はーみたいな。<laughs> 最近そういうスタンスで。だからもうみんなに何も言ってないじゃん。もう、何も求めてないでしょ。 そういう意識が低すぎるよね。だから本当に面白くねえんだろうね。やっぱツイキャスやってるやつってさ、多分、目新しいコンテンツだからっていうのもあるだろうけど、楽しそうなんだよみんな。特に女。なんでかっていうと、サムネのかっこいい男とかに君かわいいねとか言われて、やっぱテンション上がってんの。で、やってて楽しいんだよ。女ち、ちがほえされると楽しいじゃん。だからツイキャスのトップの方の、あの、ランキング見ると、女ばっかなの。しかも顔がかわいい女ばっかなの。だから楽しんでんだよ。何なんも喋ってねえよ。 ちょっとニコってしてってコメントがあってニコってするとか。それで3000人。<laughs> 本人がやっぱ楽しいけど、喋ってる内容とかを気にしすぎてんだよ。ネタを探しすぎてんだよ、ニコ生って。バカだから。な、てめえらがさ、おめえら、その社会の省かれもんがさ、まともに仕事ができねえよ。バカがさ、ネタなんて考えつくわけねえだろうが、バカ。お前、テレビの放送作家が見てみろ、みんな頭のいい大札とかなの。芸人とかも。 なんでさ、そういう奴らと肩並べをつんので、そういうさ、りさんとかがさ、知恵遅れがそんなこと言うから、周りの人間にもちょっと派生してくんの視聴者がそういう風に伝染してって、ネタやれよ、みたいな。ネタなんてやれえバカ <laughs> そういうのは、頭のいい奴にやらしとけばいいんだよ、ほんとに。おめえはアホ見てる子育てしとけばいいんだよ、バカがよ二三人子供作って、自己破産して。面白いじゃねえか、それだけで。部屋切ったねえで。奥さんブスで。 それだけでいいんだなんかガチャガチャさネタしなきゃとか、外愛人しなきゃとか、知らねえよって感じじゃないてめえの視聴者にいねえよ、そうやって。おめえみたいな滑稽な人間いねえから、マジで。<laughs> 自信持っていいよ。本当に。 すげえ滑稽な人間だから。なんかさ、変にさ、ネタがないネタがないってさ、どんどんそういう空気になってくんだよ。なんでかってみのりさんニコナで一番なの、明らかにね。俺がこんだけ視聴者いて、俺、その俺が言うんだから間違いないんだよ。あの人ってニコナで一番なの。その人がそうやって言うからそういう空気になってくの。絶対。でそうだ、みのりさんって一番じゃん。俺は少なくとも一番だと思ってんだよ。先輩さ悪口もね。<laughs> それはあれだわ。各、各クラスの問題だから。 いやさ、そういう空気になりすぎてるよ。あまりにも。で、別に俺は他の奴らがね、かそっても何でもいいんだけど、やっぱ緑さんだけは頑張っててもらわないと、万が一俺が一番になっちゃった時に、なんか責任を負わされるのが嫌なのね。<laughs> 彼がやっぱ一番でいて、俺はやっぱ悪口言ってたいわけよ 緑さんしか言えないわけよ俺も悪口言える人間が、人が生地増えてきちゃってさ、俺が悪口言ったら弱い者いじめになるわけよ俺だって誠とか右京ちのさ、顔の悪口言いてるわけよあんなブスなかなか、おめえすげえなって逆になんでそんなブスがニコ生でこんな人気なのしかも香川のしょんべん飲んでんだぜ、この女って俺は言いたいんだよ本当、ほんとは言えないわけなんでかって女の子だし、やっぱ俺気遣っちゃうし、おめえ香川のしょんべん飲む女なんて日本中探してもてめえしかいねえからなっていう 完全にお前も知恵をくれたんだぞって、やっぱ言いたいけど、言えねえわけ向こうの視聴者の手前もあって。<laughs> 言えねえわけよだけど、やっぱ俺言いたいわけ、そういうこと。で、みのりさんだけなのね、本当に。なんでかっていうと、あそこの視聴者っていうのは、やっぱみんなと違って、あの、気持ちがちょっと広いわけ。みのりさんが悪口言われて,てもある程度許してくれるっていう、俺やっぱ、俺がそこに甘えさせていただいて、<laughs> あの、 だから、たえば向こうの視聴者に俺が叩かれたとしてもみんなは本当に黙っててほしいの。なんでかって言うと俺が悪口言いづらくなるから、そうすると。もうあそこだけは俺がちゃんと悪口言うから。もう本当に。向こうの視聴者が言うわけ。うんこちゃんのとこって囲いだらけだよなって。てめえらおめえ、てめえ、自分のおめえの対処よく見てみろよと。言えるわけ。あそこだけでは俺、自分の口で物返せるわけ。なんでかって言うと格上だからね。言いやすいわけよ。本来の俺のスタイルってそうな、そうじゃん。 そういう自分が届かない存在を探して、その人に悪口をただポコだであったり、いろりあったりさ、そういう放送だったわけよ。最近そういうのいないのなんでかっていうと人増えちゃってきたから、縮こまってるわけよ。で、緑さんだけなの。だからもう、あいつが国民栄誉賞を今後取れるようなことがあって、俺絶対認めないから。あいつだけは。本当に幸せにしないから。幸せになりかけたら俺がもう本当に叩き落とすから。ちょっとコメ部更新します。 でもそうなんだやっぱ気使うんだよ。俺、俺も俺なりに。言いたいんだよ、本当は。ただ、まあ、そのね。